はいどうも、そこじゃみーネットです。さあ、まちもり実況続きやっていきましょうか。今回はですね、ちょっとこの喫茶店のマスターと常連になれるらしくって、今回はですね、常連になっていこうかなと思います。実はある程度ちょっと仲良くなったんですが、この動画を撮る前に。コーヒーいかがですか？一杯200ベルですけど。で、どんなブレンドがお好みでっていう選択肢まで来ました。わかりました。では、天然水を使ったこだわりのブレンドということで、天然水まで使ってくれる。では早速いただいていきましょうか。入れたてを、熱いやつをどうぞいただきます。わあ、南国の香りで体もポカポカだ。ありがたいですね。とりあえずですね、9月の1日からちょっとやっていこうかなと思います。くるっくなんか今まではなんかありがとうございましたぐらいにしか言われなかったんだけど、ちょっとなんかお茶目なマスターになってます。というわけでちょっと進めていきましょうか。まあでも結構進めたので、そんなに回数こなさなくてもいける気がするんですけど、どんなブレンドがお好みででもお任せしますしかないもんな。わかりました。天然水、天然水って言われなかったんだけどね、今まで。飲んだ時のセリフ変わる？ふー、全身で香りを感じる幸せなひとときだ。これ毎回変わるんかな、セリフって。ちょっと何回か試してみましょうか。ありがとうございました。クルッククルックお茶目っすねマスター、かわいい。いきましょう。どうも。あ、セリフ変わっとくない？どうもになってる。これ最初からやったらよかったな、動画に。お任せします。わかりました。では、天然水を使ったこだわりのブレンド。セリフそんなに変わらんと思っちまったぜ。もったいねえことした。出たてを、熱いやつをどうぞ。いただきます。あちち、やけどしそうなくらい、入れたてがうまいのだ。ありがとうございました。こちらこそ。クルック、ここはまだ変わらんな。よし、来ました。どうも。コーヒーいかがですか？どんなブレンドがお好みで。まだ変わらんかな。まだここら辺は変わらないですね。最後の主人公のセリフだけがまだ変わる段階なのかな。出たての熱いやつをいただきます。一杯で飲む、お前なかなかすげえな。ふーむ、ビターでマイルド、これが大人の味だ。ここのセリフ毎回変わるんか、すごいですね。そう考えたら。ありがとうございました。よし、続きやっていきましょう。あの、ハニワ、お持ちで。あ、来た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 。なんかね、常連になったら、ハニワ、預かってもらえるらしいんだよね。ハニワ、お持ちのようですけど、お好きなんですか？実は私も、なんですよ。いいですよね。ハニワ、似ているようで、それぞれ違った味があって、ブレンドすると、また新しい味を楽しめる。コーヒー豆と似てますよね。でも、集めるの大変でしょ？いつもどうされているんですか？ここだけの話、私はここの倉庫を借りてましてね。よかったらあなたの埴輪も一緒に預かりましょうか。え、めっちゃいい。これとこれ、あ、これ1個だけ。オッケー。ナミピロー埴輪、こいつもなかなかいい味出してますよね。どうです、他にもお家ならお預かりしましょうか。毎回セリフ違う、もしかして。チビブラザー埴輪預けます。チビブラザー埴輪、こいつもなかなかいい味出しますよね。大事に大事にお預かりしますよ。返してほしいときはまたおっしゃってください。何個預かってくれるんだろう。コーヒー飲むでしょ、一杯200ベルですけど。飲むでしょうになった？セリフ変わった気がする。どんなブレンドで。いつもの。では、いつものオリジナルブレンド。ちょっと仲良くなりましたね。この磨き抜いたカップでお飲みください。
いただきます。ふう、全身で香りを感じる幸せのひとときだ。ありがとうございました。こちらこそ。どうですか、ハニワの調子は。ハニワ返して、ぼちぼちです。ぼちぼちです。ぼちぼちですか。何個ぐらい預かってもらえるんだろうね。ハニワまで預かってもらえるようになったら、こちらこそ。いえいえ、こちらこそ。まあ、もう、常連って言っても、間違いないんじゃないですか。ではいつものオリジナルブレンド。そうそう。あ、来た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 。これですね。ビジョンミルク。お入りになります？お願いします。変わるんかな？じゃあ、入れときますね。ついにビジョンミルクを入れてもらえるようになりましたね。色変わる？わー、おしゃれ。コーヒーちょっと揺れんのいいよね。この磨き抜いたカップでお飲みください。いただきます。一杯で飲むお前やべえよ。なんかあちちってなりそう。甘くてまろやか。これが噂のビジョンブレンドだ。すげえ、あと2回ぐらい飲みたくない？ありがとうございました。ハニワ預かってくれんのありがてえっすね。あともう2回ぐらい飲んで終わりましょうか。行きましょう。コーヒー飲むでしょ。1杯200ミリですけど、いつものでいつものオリジナルブレンドでピジョンミルク入れないでにするかお願いしますか。まあお願いしておこう。じゃあ入れときますね。入れなかったら普通になるもんね。この磨き抜いたカップでお飲みください。いただきます。うまうまうま。甘くてまろやか。これが噂のピジョンブレンドだ。このミルクもマスター特製だよね。ピジョンって言ったら鳥なわけだし。ありがとうございました。てか、ハニは何個ぐらい預かってもらえるんだろうね。ちょっとやってみますか。これだけまあハニは掘ったら、さすがにマスターのところも限界来るっしょ。今までのシリーズなかったくない？ハニワ預かってもらえるなんて。飛び盛りはどうかわかんないけど、なんか追い盛りとかなかった気がするんだよな。雨降ったからね、この前。まあ9月とかすごい雨降るんで、めちゃくちゃハニワがたわるわけなんですけど。おー、すごいな、ここら辺。こんなに埋まってたのか。いや、本当はね、虫をね、取ろうかなと思ってたんだけど、なんか、常連になったらピジョンミルク飲めますよ、みたいな感じのコメントあって、それはちょっと気になるな、やるか、みたいな感じで、今回に至ったわけなんですが、こんだけまあ、埴輪掘ったら、さすがにマスターの倉庫も限界来るんじゃないでしょうか。ちょっとこのまま、最後に一回、まあ、コーヒー飲みがてら、埴輪を渡していこうかなと思います。ミニランプ置いとくか。 OK。 じゃあちょっと行きましょう。結構住民変わっちまったな。雑草も生えてきたから、この雑草も抜いていかないとダメなんだけど、雑草抜く前にね、一旦利息使ってちょっと ATM でお金貯めたいっていうのもあるんだよな。今日もいいのをお持ちで。ハニワ預かって。これ全部一気に選択できたらよかったのにな。無理だもんね。一個ずつしか無理。こいつもなかなかいい味出します。お願いします。一個ずつじゃないとダメなのかな。どれくらいいける？まだまだいける。まだまだいける。すげえな。マスターの倉庫無限じゃん。だってタンスの中で言うたら埴輪を整理する必要ないわけだもんな。あー、一種類につき一つずつか。 OK。 こっち一応全種類いけるっちゃいけるっ
っぽいですね。同じのじゃなければ。めっちゃ便利。で、これ。で、チビウガイハニワも行っちゃって、で、デカピポパハニワも行っちゃいます。で、結構ですにして、返してもらうってなったとき、どういう感じで出てくるんだろう。ハニワを返して。あー、すごい。全部いけるわ、これ、間違いなく。ひー、便利だなー。しかも出てくんの嬉しいよね。どんな感じの音鳴るのかわかるし、これ、便利。うわー、いいなー。あー、プチベルハニはいいな。へえ。この子の音面白いな。オッケー。じゃあ最後にコーヒー飲んで動画を締めたいなと思います。そろそろいらっしゃるかと思って、まだあんの。そろそろいらっしゃるかと思って、豆引き立てですからお次しましょうか。1杯200ベルで。うわー、ピジョンミルク入れといて。この味が最も引き立つ 80.16 度。80度もあんのこれ。お前さすがに1回じゃ無理。せめてフーフーしよう。せめてフーフーしよう。あ、でも俺ちょっと冷ましてなかった。お前やばいな。ちょっと冷ましてなかった。俺がちょっと冷ますという選択をしなかったばっかりに、お前の舌は80度。暑かっただろうに。ちょっともう一回だけやっていい？もうちょっとセリフ楽しみてえよな。今回はちょっと冷まさせてあげよう。豆引き立てですからお次しましょうか。かしこまりました。あなた好みのブレンドにしときますから。あなた好みのだって。マスターがデレッデレなんだが俺に。お、この味が最も引き立つ 80.3 度。いや、お前一回で飲むからな。ちょっと冷まそう。そんな豆鉄砲を食らわすような真似やめてくださいよ。いただきます。ピジョンミルクか。言われなくなったな。ふーむ、ビターでマイルド、これが大人の味だ。ピジョンミルクどうした。ピジョンミルクありがとうございました。あー、これどうしよう。ちょっと一回、もう一回言っとく。なんかちょっとずつ温度下がってるくない？いやー、なんか動画閉めるタイミングがつかめねえ。いやー、この出れてくれたマスターよー。そろそろいらっしゃるかと思って、豆引き立てですから。よろしく。これで最後にしよう。もうこれ以上マスターに通ってたら、終わらねえわ。ピジョンミルクは？ピジョンミルクくれなくなったね。この味が最も引き立つ 80.18 度。毎回温度変わるんだが、入れたてをどうぞ。いただきます。毎回温度変わりますね。うーむ、格別。さすがはこだわりのマスターブレンドだ。ありがとうございました。というわけで、今回はちょっとマスターのコーヒーを飲んでみたわけなんですが、今日の豆はいつもとちょっと違いますから、ちょ、これからね、ちょっと定期的にあのマスターのコーヒー飲んでいきたいなと思います。ちょっとセリフ気になるよね。毎回温度変わるんだもんな。まあ、というわけでね、今回はマスターの常連になったらピジョンミルクが飲めるということで、今回はこの辺で撮っておきましょう。じゃら。